アザラフシュバダティ空軍基地に展示されたアザラフシュ。アザラフシュとは、イランイスラム共和国が開発した戦闘機である。アザラクシュとも呼ばれる。イランのイリブは、アーザラフシュと表記している。アザラフシュとはペルシア語で、稲妻のイ。アザラフシュは、イランイスラム共和国が開発した戦闘機で、初飛行は1997年、量産開始は2004年とされ、 2009年現在までに30機を生産したとされる。一部の動画サイトでは、2007年に、マフムード・アフマディ・ネジャード大統領が、イラン空軍の基地を訪問した時の映像により、j t にタザルベや、サーエンゲと共に、エプロンに多数が並べられている様子を見ることができる。イランの発表したものによらないメディアを通じては、1997年に1機。 2007年9月20日と2008年4月17日に、丹座型2基、福座型1基が確認されている。外見は、初公表期を除いて、回 5E に告示しており、一見しただけでは、回 5E との際は半然としない。塗装は、1997年の公表から、ディープグリーンに稲妻をイメージした黄色いライン、垂直尾翼に黄色で、 アズラクシと文章を施している。2018年8月21日には、同じく海マイナス 5F に告示した複座型戦闘機、コーサルがイラン初の国産戦闘機として公開され、ハサンド・ハーニー大統領が登場する様子などが報じられたが、コーサルとアザラフシとの関連性は不明である。イラン国防軍受賞、イラン防衛産業は、新型戦闘機を製造。 イリブ h t t p j a p a n e s e i r i b i r スラッシュニューススラッシュ latest-news スラッシュアイテムスラッシュ2 2 1 0イラン国防軍重賞。イラン防衛産業は、新型戦闘機を製造2013年2月11日閲覧。イラン、初の国産戦闘機、コーサル公開。AFB 通信。 http://www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ,ュ,ュ31867342018年9月2日閲覧。ありがとうございます。